もうどこから切ったらいいか分からないって感じなんですが、小池百合子都知事、カイロ大学を卒業したか、カイロ大学は認めているわということで、卒業したとね、絶対答えないんですよね。で、今回、てんこ盛りなんですけども、いろいろ調べていくうちに、小池さんと乙武さんの誕生日、ツーショット写真まで出てきました。さあ、今回の記事はね、文春オンラインから拾っていきますけども、小池百合子都知事が学籍詐称疑惑に対して、常にカイロ大学は認めておりますとしか回答できないわけと、これ、確かに言われてみればそうなんですよね。その昔はね、卒業したって言ったような記憶もあるんですけども、近年調べますと、必ずこういう言い回しになってるんです。おかしいでしょ。で、今回は、小島さんの爆弾発言が出たわけなんですけども、まあ、小島さんが知っているのは、この最近の小池さんってことになります。でね、やっぱりね、この右の北原さんですよ。だって、この頃に一緒にルームメイトとして暮らしてたわけですから、この方の証言と体験はめちゃくちゃ重要ってことになります。ですから、もうまさにですね、全門の虎に、校門の狼ということで、まあ、小池さん、今回はさすがに絶対的ピンチだと思いますよ。だから皆さん、ぜひね、この序帝をもう一度読んでいただきたいんですが、読んでいない方もいると思いますので、序帝ね、私、2つポイントがあると思ってるんですよ。まず1個目は、このルームメイトだった北原さんなんですけども、とにかくこの小池さんって人は勉強してなかったっていうんですよ。何かあると男の人がこう部屋に来たりとかね、なんかパーティーに出かけたりとか、そういう状態で全然勉強する暇がなかったと。だから私は、もう小池さんのことが心配で仕方がなかったっていうんですね。ですからね、アラビア語、ちゃんとしたこの口語のね、口語じゃなくて、文語ですね。文語調のアラビア語をこの小池さんが喋れるわけがないということを言ってました。だからね、カイロ大学を卒業できるわけはないというんですよ。で、これ皆さんもご存知かもしれませんけども、このアラビア語には口語と文語とありまして、いわゆる口語というのはもう街の中の言葉といいますか、喋り言葉ですよね。そのあたりのストリートで喋ってこう会話される、これが口語と、そして、ちゃんとしたこの文語体ということで、きっちりしたかっちりしたアラビア語、まあ格調高いアラビア語、これがカイロ大学とかそういうところで使われるということなんですよ。だからね、飯山さんが一発で見抜いていたでしょ。この確かに小池さんはアラビア語を話すんだけど、まああれはもう2歳児レベルだと。で、話を聞いていると、ちゃんとしたら文語じゃなくて口語だと。つまり、カイロ大学を卒業した、ましてや首席で卒業したなんてことは考えられないということ。そして2点目ね。2点目はこの北原さんが言っておりました。この小池さんが、私は将来本を出したいと思うんだけども、その時はあなたのこと、北原さんですよ。あなたのことは書かないからごめんねと。なんで書かないかと言いますと、いろんな嘘がバレちゃうからね、てへぺろっていうふうに言ったっていうんですよね。この2つがね、この状態の私は大きな肝だと思ってます。これがもうね、全てを表していますよ。ってことで記事に戻りますけども、このね、女帝ね、22万部をね、超えるベストセラー。私も本を書いてるから分かりますけども、最高で売ったのが3万部。ほとんどはね、3000部とかね、5000部、1000部しか売れなかったというね、そういう本もありました。いかにこれがすごいかってことが分かるんですけども、なぜかですね、こう、テレビとかそういうので紹介されないんですよね。で、これは例のね、流行り病の時なんですけども、テレビのワイドショーっていうのは、ロックダウンとかステイホームっていうね、そういう耳障りのいいと言いますか、この小池さんが目立つようなところばっかを国の施策がね、政策、対策が遅れる中、東京都知事の小池さんはどんどん先を行っているみたいな形で持ち上げていたでしょ。本当におかしかったんですけども、なぜかテレビ番組はほぼ無視と。で、この理由なんですけどね、これはね、簡単ですよ。で、私もね、ちょっと調べたんですけども、いろいろ情報出てきました。なんでテレビがですね、こういう問題を無視するか、これね、小池さんのやり方にあるんです。小池さん、まずね、人気がありますね。つまり、小池さんが出ると視聴率を取れると。だから、テレビ局としては小池さんを怒らせたくないと。まず、これが根底にあります。で、小池さんもその辺はよく分かっていまして、なんか自分に対して妙な情報を流す局があるとしましょう。例えば、フジテレビがね、ちょっと小池さんの悪口めいたことを言ったとすると、フジテレビの記者はね、これ、出禁にしちゃって、情報を流さないんですよ。となると、他のテレビ局とかマスコミが入ってしまうと、そこを出し抜かれるわけでしょ。だから、それを恐れてテレビ番組というのはこういうマイナスのものは全く流さないんです。本当に汚いと思いませんか。ジャニーズ問題もそうだったでしょ。 BBC が放送して、そしてしばらくは知らん顔してたんですけども、あ、これはまずいなと思ったら一斉に横並びで放送を開始し、そしてこれは非常にいけない問題であるということでね、いきなり正義ずらしてね、バーッと放送し始めたじゃないですか。今回も同じなんですよ。で、今のところは全くね、これ無視している状態ですから、どうなるかね、まあこれはちょっとわからないですけどもね。で、これカイロ大学の不可解の声明と、
学歴詐称問題のその後にも触れておきたいと、本書の出版後から大きな話題となりうんとありますが、これね、20年の6月にこういうことあったでしょ。駐日エジプト大使のフェイスブック上に突如ある記事が出ちゃったんですね。記事と言いますか、これですよ。こういう声明が出たんです。でも何が出たって、何がおかしいってね、駐日エジプト大使ですよ。なんでそんなとこから小池さんの卒業に関するものが出るんですか。でしかもこれ見てください。声明、カイロ大学と、でカイロ大学は以下のね、声明を発出したということで、でこれもね見てもらうと、右上にね June 8, 2020と書いてありますから、6月8日2020年出たんですけども、なんかそれっぽいでしょ。それっぽいもんなんですけども、これは卒業証書と同行じゃないんですよ。この小池さんがね、ちゃんと小池カイロ大学を卒業したということなんか認めたというような、なんかわけのわからないこういう書類が出たんです。で残念ながらこれが出たことによって、なんとなくマスコミの追及もなくなってしまったし、あとは東京都議会の追及もまんまと小池さんのねこれ狙い通りなくなっていったんですよね。でこれも見てください。小島康平さんといいまして、東京都議会の議員で練馬区なんですけども、ちょっと読みますよ。駐日エジプト大使館がカイロ大学の声明を発表、小池知事の学歴の件、これにて決着ですって以下本文ということで書いてあるでしょ。でこの小島さん誰かなと思いましたら、はい、もうこれ分かりますね。都民ファーストの会の幹事長ということですから、それはその当時ね、何としてでもこれを火消しをしたかったと。そしてエジプト大使館から妙なものが出てきたんですけども、はいはい、これでもう一件落着だろうってことで収めようとしたんですね。で私ね、今回の一件ありましたんで、この彼にねこういう形でポストをしました。小島さんのね告発なんですけどもね、今回のどのような見解をお持ちですかと。20年にはカイロ大学からの不可解な発表を取り上げて、これで一件落着と言ってあなた逃げを打ちましたね。で今回についてもお考えをお聞きしたいんですが、答えてくれますよねということで、私はこういう意見を送ってるんですが、返信ですか。もちろんありませんよね。今の段階で右往左往してますし、彼もちゃんと動くことはできないでしょうと。そしてね、続いてこんな記事も JB プレスにあったんですけどもね、偽造卒業証書を売る業者もいるということで、で驚くべき情報は下の赤枠です。で、カイロ大学のナッサール学長自身、2015年にエジプトの民放 CBC に出演し、大学の教授や職員が関与して偽卒業証書が発行されていることを認めているということで、どうですか。カイロ大学の当時の現役学長ですよ。その人が要はこのカイロ大学の偽のね卒業証書とかそういうものは出回ってるんだと認めてるんですよ。だからここまでの話を分析すると、考えられるのはね、もちろんこれは推測ですよ。推測ですけども、この小池さんがこの旧知のねエジプト大使館にこう連絡を取って、いや私今困ってると、なんとかして卒業証書といいますか、そういうものをねこう出してくれないかってことでエジプト大使館に頼んだんじゃないかという一つの疑惑は当然生まれてきますよね。でエジプト大使館としては、ああ分かったということで手を回して、ああいうものが出てきたと。そうじゃなかったら、なんでエジプト大使館経由でそんな卒業を証明するものが出てくるんですか。これは小池さんが直接カイロ大学にね問い合わせをして、カイロ大学から出してもらえばいいわけでしょ。ところがそれが一切ないんですよ。でこれに対する弁解はありませんと。おかしいですね。で小池さん、カイロ大学を卒業したのかという問いかけに対して常にこう答えると、カイロ大学は認めておりますと。どうですか、こんな妙な答えってあります。普通ですよ、もし私がですよ、じゃあお前は東京大学を卒業したのかって言われて、私がね東京大学は認めておりますと、こう言ってるのと同じでしょ。だって本当に卒業していれば、私は東京大学卒業してますよって言えばいいんでしょ。東京大学は認めておりますと、こんな言い方することありえないでしょ。はい、もうこれはねほぼね真っ黒だと思って私間違いないと思いますけどもね。でその一方でってこういう記事があるんですけども、要はねこれ去年のこれ1月でしたっけ、唐突にね、都内に住む0歳から18歳に月5000円を支給するということで、これが少子化対策でやったと言ったんですけども、本当にこの人思いつきでしょ。で、費用が結構かかる割にはほとんどこんなものは意味がありません。月5000円出るから、よし、じゃあ子供作ろうかって人がどれだけいますか。そんなもんいるわけがないでしょ。だからこの人はね、こうやって唐突にいろんなことをね、思いつくと。で、しかも、あの20年にね、ああいう疑惑がバーッと出た時に目くらましたと思うんですけども、どん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 ばらまき政策をやりましたよね。まあ配りまくりましたよ。どん
んなにちっちゃな店で1日売り上げがね1万とか2万しかないような店でもよし4万円配ったろう6万円配ったろうということで、あの時大儲けして流行り病の時ですよ。それでね、国産高級会社を1台買ったとかね、国産高級会社じゃないや国産車を買ったとかね、会社を買ったとか、そんな話が5万とあったわけですよ。おかしいじゃないですか。東京都民の皆さん怒ってくださいね。でね、こんな記事もありました。小池氏と同じ年に卒業したカイロ大学の教授は卒論は必須だったと証言。つまりこれはね、何を受けてこういう記事が出たかと言いますと、これ小池さんがね、卒論はなかったのって答えたんですよ。私もあれって思いました。こんなもの簡単に裏取られちゃうでしょ。で、実際のカイロ大学教授がこういうこと言ってるんです。卒論は必須だったと。何言ってんだこの野郎、おかしいって話になります。いや、小池さんどうですかね。ここまで出てきてるんですけども、私まず必要なのは説明責任だと思いますね。しっかり出てきて説明責任を果たして、白か黒かしっかり決着をつけましょう。でもね、小池さん出てこないと思いますよ。今回は絶対出てこれませんからね。で、出てこない、反論がなかったらもうおかしいということで認定されても仕方ないとなります。さあ、そしてね、こんな記事も出てましたね。これアラブニュースってありますけども、ミート百合子小池東京ザアラビックスピーキングフィメールねガバナーってありますから、要は女性の東京都知事がね、でアラビアを話すんだと、話すことができるこういう東京の都知事にちょっと会ってみたという、こうアラブのニュースなんですが、この中にね、妙なことが書いてあったんですよ。ずっと長い文なんですけども、これ彼女はカイロ大学卒業でやってますね。ところがこの中のニュースを見ますと、カイロアメリカン大学を卒業した小池百合子となってるんです。もうそれ自体おかしいじゃないですか。あのね、だってカイロ大学卒業したんでしょ。カイロ大学とカイロアメリカン大学は全く違うんですよ。なんでそういうことをやったんでしょうね。これさすがにアラブのニュースですから、ちょっとやばいと思ったんじゃないですか。そう思いません？日本だったら適当に言えても、これね、アラブのニュースだから、カイロ大学って言っちゃうとなんか掘られる可能性があると、というふうに、疑われても仕方がないと思いますよね。にっこりこういう形で写っていますけど、そういう文章はこの中に書いてあります。で、これもまた別のあれなんですけど、全く同じでございます。そしてね、こんなものもあったんですね。はい、振袖、ピラミッドを登るというね、1982年がこれ第一刷になってますので、これはね、昭和、これ57年ですね。はい、見てください。この学歴なんですが、関学ですね、関西、関西、関西どっちでしたっけ、学院大学を中退したと。そしてカイロアメリカ大学に入学して、そして翌年修了して、その次にカイロ大学に入ってるというふうにここに書いてありますよね。そういう経緯をたどったんだと。まあ、こういうのはひょっとしたらあるかもしれません。そして今度はね、はい、違う、これ本なんですけども、翌年昭和58年になりますね、に、これ発表されたこの3日で覚えるアラビア語には、さっきのカイロアメリカ大学の文字が消えてるんですよ。もうとにかくカイロ大学を卒業したと。で、しかもですね、女性では初めて、しかも出席で卒業と。ここで出席っていう、なぜかこういう文がポーンとついてくるんです。この2つ見てもなんかおかしいと思いませんか。どう考えても変でしょ。カイロ大学って出てますもんね、ここに。ですからみんなに言われてしまうんですけども、本当はカイロアメリカ大学を出たんだけども、それをね、カイロ大学に変えてしまったんじゃないかという、まあ、そういう疑念も生まれて、今またね、今日あたりなんですけども話題になってます。だから東京で言えば、東京国際大学を本当は出たんだけども、うん、東京大学にしとこうみたいな形でね、東京国際大学を東京大学に変えてしまったような、それと同じことをやってるかもしれないというね、そういう話になってるんですね。さあ、小池さんね、これまだ若い時のこれ写真なんですけども、今回ばかりはさすがに話にならんと思いますよ。で、こんな写真も出てきました。これ乙武さんのところなんですけども、思い出に残る誕生日になりました。4月6日、まあ乙武さんのこれ誕生日なんでしょうね。それをこのね、小池さんが祝ってるということで、あ、これ自体もちろん何の問題もありませんよ。これはいいんですよ、これはいいんですけども、このトミファのこの小池さんと非常に近いと。で、昨日も私は動画上げましたけども、あれだけ俺は無所属で出ると言いながら、あの記者会見もずっとしてベターっとね、2枚の2連が貼ってあったでしょ。で、さらに亀戸駅前のこの選挙のね、この演説といいますか、この辻立ちに関しましても、やっぱりね、あの2連と思いっきし都民ファーストの会なんて書いてあるんですよ。こんなことやってちゃもう話にならんでしょうが、乙武さん、あなたはもう退場だとね、思ってくださいね。はい、こちらでございますよね。本当何回見てもこれね、頭にきてしょうがないんですよ。よくこれをバックにして今回無所属です、この神経が僕には到底理解できません。こういう人が今回の選挙に出るわけなんですけども、いや、あのね、飯山加奈さん、本当に頼みますよね。こういう人に絶対負けないでくださいと。ただ、マスコミというのはね、これ完全に飯山加奈も敵になってしまいますが、なんとかして排除したくて仕方がないと。飯山加奈頑張れってことになりますよ。あ、それでね、私が一つで悲しいのはこれでございます。
これだけ応援してこれだけ動画を上げてるんですけども、なぜかイカレちゃんにブロックされております、皆さんご協力を得られるんであれば、ぜひともですねこの私の日本人イカレチャンネルをこれあかりさんに伝えていただきまして、この人を解除してあげてくださいと、ブロックを解除してあげてくださいと、皆さんの口からぜひともお願いをしてもらえればと思います。はい、今日の動画良かったと思う方、いいねボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。